里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。ドラゴン通信簿。はい。はい、今日は西武ライオンズ。イエイ。はい。パリーグ一番最初西武です。はい。まあ西武はね、うん、今年リーグ3連覇っていうのがね、うん、消えましたけども、はい、まだ今ね、うん、そのクライマックスシリーズ争いを戦ってるんで。はい、まあ今日これは多分日曜日に出たと思いますけども、はい、撮ってるのが水曜日っていうところもあってどうなるのか分かりませんけどもね、はい、まあこのドラフト戦略、うん、まあ見ていきたいと思いますけども、はい、西武はですね、今年ピッチャー2人、内野3人、外野2人っていうドラフトになりましたけども、うん、佐々木さん何て言ってましたか。まあ、先発が欲しいなと。でも1位は佐藤君に行くんじゃないかって佐藤さん言ってたんですよ、うんうん。まあ、佐藤君、まあ、1位でまあ野手を取れたらいいね、で2位3位ぐらいで投手いくんじゃないかなって思いましたね、うんうん、というところで1位は早川投手を、ね、いきましたね。まず1回目選択して、はい、でヤクルト、うん、楽天、西武、ロッテと4球団が抽選になって、はい、楽天のね、うん、石井和久さんが引きましたけども、ね、はい、まあ、あの辻さんのところにはねもう当たるくじがなかったんで、はい、もうこれはもうどうしようもないですね。そうですね、はい、っていうところでその早川投手を外して、うん、はい、で1位に桐蔭横浜大学の渡辺健人選手、はい、ね、巨体から放つ一発長打が武器だが俊敏でグラブサーチも柔らかいっていうところで、うん、サードファーストで目標通選手が山川選手っていうところでね、はい、内野手だから、まあ、おかわり君、うん、3世3世らしいんですよ。3世2世じゃないらしいんですよ、はい、2世は山川らしいんですよ。そうですね、確かに。だからおかわり君、はい、3世らしいんですけど、あの、まあ、辻監督はね、はい、スカウトが努力をして足を運んでみた目で判断してやったわけだから、うん、はい、我々現場はそれを信じた、うん、またやるだけだと思うと、うん、みんな楽しみですよ本当にっていうところで、はい、あの編成スカウトの意思が尊重されたドラフト戦略になったと思うんですよね、はい、だから監督の戦略っていうよりも編成部がしっかりして編成でやったっていうのが多分このコメントから読み解けるんですけども、うん、まあ、2位がね、はい、投手、佐々木健投手、はい、青森出身 NTT 東日本から最速152キロを誇る社会人屈指の沢、はい、ね、で3位が、山村隆義選手内野手東海大相模、世代別日本代表の経験もある実績十分強打者、飛距離はもちろん柔らかく広角に打てるというところでね、まあ、18歳で内野手ですね。で4位が外野手、うん、若林学人選手北海道、駒大苫小牧から駒大に入って、うん、ね、肩と足が武器の外野手ってね、はい、で5位投手大曲蓮投手、うん、福岡西日本短期大附属から福岡大学準公式なんです。そうなんですよね、はい、出身の投手、ね、ちょっと珍しいタイプですね。映像で見ましたけど、はい、結構いい球投げてましたけど、う、まあ、これどうなるのかってね、まあ、準公式っていうのは、はい、外は軟式のコブ、はい、中は公式のコルクみたいな、うん、だから公式と軟式の、まあ、合体みたいな感じのね、はい、ボールです、はい、で6位がタイシンガー・ブランドン・タイガー選手、うん、沖縄県出身、はい、石川高校から東農大北海道オホーツクと、だからシュート選手と多分一緒のところですよね。あ、スピードとパンチ力のある打撃を持ち味と、内野手と大学通算でベストナイン5回と首位打者3回獲得という、うん、内野手ですね。で7位栃木から中見川雄太選手、はい、大阪桐蔭、うん、打球の飛距離は超高校級、今年の夏の甲子園交流試合では代打で同点を呼び込む安打を放ったとっていうところで、へ、7位7人指名で育成が1位、赤上優斗選手投手、はい、で2位長谷川慎也選手外野手で3位が宮本ジョセフ健選手外野手で4位豆田大志投手で5位が水上由伸選手投手というところで育成結構取りましたね。そうですね、うんうんうん、っていう形にね、はい、まあ、なりましたけども、うん、だからやっぱりその投手陣は、はい、取ってるんで、うん、去年だってほとんど投手だったんですよね、はい、去年はピッチャー5人、はい、キャッチャー1人、内野手1人、外野手1人と即戦力のすぐに働いてもらう投手ということで1位2位で右左の投手になったと、うん、1位はね抽選佐々木外してけども、はい、いいドラフトができたっていうところでね、うん、まああの宮川選手、はい、浜谷選手っていうのは、まあ、1軍でね活躍してるっていうところもあって、まあ、そこら辺はね、
まあ、であとは高橋光成がね、昨日向かって仕上がりに良くなってきてる、はい、今井がさらに成長させてっていうところで、まあ、若い選手はいっぱいいるんで、うんはい、まあ、そこはねもうチーム内でもどうにかしていかなきゃいけないっていうところのメッセージですね。佐藤さん合ってますね。1位がだから、まあ、野手に行くんじゃないかと、はい、まあ、最初もちろん早川投手行きましたけど、はいはい、で、まあ、2位以下で投手を取っていくって意味で、そうですね、だからその1位はやっぱりサードがね、はい、だから佐藤選手を取るのはサードがやっぱりいないんで、うん、サードが欲しいなっていうところで、これ1位重複になって終わった時にこの井上選手もねソフトバンクで、まあ、いなくなったし、うん、あのその内野陣がね他で佐藤選手もいないっていうところで、はい、多分そのライオンズが考えてるその野手の上位候補がもう多分取られてたんですよね、その井上選手だったり佐藤選手だったりっていうところで、はい、多分この最低でも2番か3番にはこの渡辺選手がリストアップされてて、うん、サードで、はい、もう早川外したらこれを次の2巡のウェバーまで残ってなかったら困るから、はい、もう1位で行こうっていうところで、うん、そのサードのねおかわり君とかの代わりをまずこの渡辺選手に期待したいっていうところでね、はい、指名だったと思うんで、うん、まあ、僕は良かったと思うんですよね。これ今もしかしたら球界最重量ですかね。何キロですか。112キロ。まあ、じゃあアジャ井上と張りますね。あ、今アジャ選手どのぐらいなんだろう体重。まあでも記録って違うんですもんね。そうですね、はい、まあでもそういったところではねやっぱその野手どうにかしたいっていうところ で、はい、であと2位のねこの佐々木投手っていうところを取って、まあ、その投手陣も補うっていうところを考えると僕1位2位のこのバランスは良かったと思うんですよ、うんうん、ドラフトでいうとね、はい、そのチームの欠点というか足りなくなるところを補いつつも本当の今速攻性のあるところも大事っていうところでこの2位で社会人出身の24歳を取ってるっていうところでね、はい、まあ、昨年の宮川選手と一緒の年齢で入ってくるんですよね、はい、っていうことを考えると、まあそういったね野手の足りないところと投手の足りないところを1位2位で取るっていうところは非常に良かったと思うんですよ、はい、だもし早川選手を取れてたら渡辺選手が残ってたら2位で渡辺選手で佐々木選手が残ってるかどうか分かんないですけど、はい、3位で取れたら、まあ、100点だったけどもっていうところはあると思うんですけど、はい、でもまあチームの戦略としては非常に良かったなと。西武結構やっぱ富士大出身の選手が多いんですよね。そうですね、山川とかもそうだし、はい、殿崎とか殿崎選手もそうでしたっけ、富士大ですよ ね、 ね、なんかこういうのってあるんですかね。だからそのこの大学の時から見てたかもわかんないね。いいと思ってたけど、はい、もう一つ伸びてくれへんかなっていうところで NTT 東日本行って、はい、だ継続して見てて OK ってなったかもわかんない、ね、あ、富士大結構だからいい選手いるなと思って毎回すごい注目してるんでしょうね、うん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 、でその後に内野手でね、うん、山村選手っていうところで、はい、まあ、ここはね成長してきてもらいたいっていうところと、うん、で外野手若林選手この22歳駒大っていうところでね、はい、まあ、ここはこの外野手のレギュラー争いに食い込んできてくれたらいいなと。で5位でね大曲投手投手というところで、まあ、準公式ですけども、まあ、ここで思い切って公式にねチャレンジして大化けしてくれたらラッキーやなっていうね、はい、うん、ところもありますし、感覚ってどうなんですか。全然違うもんなんですね。それは違うと思うんですよね、さすがにね、はい、あとそこは順応できるか。でもあのそれで言うと、はい、あの広島の大野豊さんは、うん、まあ、殿堂入りされてる素晴らしい選手なんですけども、はい、軟式からプロに入ってきて、うん、野球殿堂入りしてるんですよ。もともと軟式だったんですか。そうなんですよ。そうなんだ。そういう例もあるわけですから、はい、あとは本人の努力ですね、はい、そこが慣れていけば、うん、おー化けする可能性もあるっていうところでは、はい、まあ、楽しみな選手だし、うん、この6位7位のこのタイシンガーブランドンタイガ選手とこの中見川選手はちょっとなんか豪快さがあるんで、なんか西武に合ってんだっていうね。ああ、まあ豪快な野手大好きですもんね。そうそう、だからここがうまいこと育っていけば内野とか嫌なんで非常に数年後面白い選手になってくる可能性もあるんで、やっぱりその打ち勝つね、打ち勝っていくぞっていうのね、もうっていうのも見える戦略だったし、メッセージですか、はい、で来年足りないところも補充するこの佐々木投手っていうのも非常に良かったし、はい、で外野手のね若林選手、そしてこのタイシンガーブランドンタイガ選手はね、そこの秋山がいなくなったところをね、はい、補うところで台頭してきてくれたりね、競争を激化することによってチーム内競争を争って底上げしたいっていうところもね、はい、含めるとなんかそのバランス良かったかなと思いますね、うん、はい、で昨年はねキャッチャーで柘植選手とかも取ったりとか、まあ、岡田森っていうところがあるんで、まあ、これはまあ普通にね無理に取らなくてもいいっていうところで非常にいい戦略っていうか、うん、なんかああそうきたかみたいな、ああそうですか、野手行くのね、うん、野手でやっぱりみたいな、ね、はい、やっぱそうだよね、投手はもう取ってるから、うん、チーム内に育てようというところでね、何でもかんでもいないとこばっかり取ってて補わないとそこの選手ばっか偏っていくんで、うん、はい、そういった意味では勉強になる西武はいいドラフトだったんじゃないのかなと思いますね、はい。
だやっぱもうね、1位の渡辺選手を生で見るのがすごい楽しみです。そうですね、はい、本当にね、うん、おかわり山川渡辺がの重量打線ね、はい、まあ、西武がね、うん、今後どんな打線を組むのかはね、はい、来年と楽しみだなと思いますしね、まあ、頑張ってもらいたいですね。はい、はい、ということで今日は西武でした。